はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、ちょっと緊急でね、動画の方を撮っておりますけど、今日は、ね、7月よ、9日、今撮ってるんですが、ね、これ10日にね、明日、投稿できるように今撮っております。YouTube とニコニコ動画と、両方ね、明日かかってると思うんですけど、ニコニコの方がちょっと早めに上がってるかもしれませんけど、ね、まあ基本、ほぼ同時ぐらいで、上がってるかなと思います。で、何をしていこうかというと、まあ、タイトルにある通りですね。まあ、今後の配信予定でございます。ちょっとね、生放送とかがね、なかなか、できなくなってまして、そのあたりのね、こととかもね、なかなかお伝えできてないなというところがあったんで、まあ、ちょっとね、雑談も交えて、まあ、15分ぐらいでね、話をしていこうかなと思っております。で、まあ、短く認めたのがね、また、まあ、表のところにね、出すようにちょっと出すかもしれませんけどね。まあ、そのあたりをちょっとご意見をね、考えながら、やっていきたいなと思っております。まあ、ちょっとね、まあ、昨日ね、昨日の今日でしたね、まあ、昨日、ですね、ちょっと、大きい、出来事があったという感じがですね、ちょっとね、まあ、なのでね、いろいろと考えることもあって、まあ、CG チャンネルの方でもね、取り上げようかなとも思ったんですけど、まあ、ちょっとね、ことがことなんで、ちょっといろいろと情報を、ね、確認してから、改めてね、ちょっと自分の意見も入れながら、更新できたらなと思っております。まあ、あと、ちょっと政治関連の話はね、ちょっと、今ね、これ日曜日に、上がってると思いますけど、一番これちょっと、やりづらいところなんですよね。日曜日、投票期間が終わるまでっていうのは、公職選挙法でね、その間は選挙活動とかしてはいけませんよと、いうふうな決まりがあるんですよ。土曜日の、11時59分までだったかな、11時までだったかな、っていうね、決まりがあるんですよね。で、12時までか、ね、日付が変わるまで。しかできないんで、その後はね、それに関することをね、言うとね、全部公選法に引っかかる、選挙違反にね、引っかかってしまう恐れがあるんでね、ちょっと、その辺りの話は、まだ、後日、あげる、動画でお話をしようかなと思います。月曜日以降でね、話をしていこうかなと思います。まあ、もしくは日曜日の、8時以降だったら大丈夫だったかな。いわゆる投票活動、投票が、終わりましたよっていうところからは確かやっていいよとかいうような、確かそういうようなね、法律だったと思うんで、そういうような感じで思ってるんですけど、ただちょっとね、おそらくちょっと生放送の方が難しいので、今日のうちにね、とりあえずその、普段生放送でね、やってたようなことはね、ここで話の方しておこうと思います。グラグラとね、入り、へたたた、3分もかかってるもんな、こんな簡単な動画で、ね、ちょっとね、まあ結構ね、ここのね、システムがね、調子悪くてね、なかなか最近動画撮れてなかったんでね、こういったね、部屋の動画がね、まあ今でもちょっとね、照明関連とかがちょっとどうにもならなくてね、なんか結局なんか顔が真っ暗いまんまになったりとかね、そのあたりが、ちょっと回転がね、なかなかね、試みてるんですけど、うまいこと言わなくて、その時にトラブルがあって、途中で撮ってた動画とかも、撮ろうとしたこともあるんですけど、なんかね、音が入らんかったりとかね、いろいろトラブルがあったんで、ちょっと全然、こういったね、動画の方が撮れてませんでしたけどね、というところですね。まあ、そんなことはね、置いといて、説明の方ね、していきましょう。ということで、ちょっと考えましょうか。これ、メイン屋とかじゃなくて、サブチャンとかで多分上げてると思いますんでね。あれですけどね。これで見えるかな。よいしょ。私いらないね。かな。ということで、今後のね、配信予定の方を、出していこうと思います。たまに顔出しとかないときねえんだ。ニコニコさんは後から説明するんで、さっきそう、YouTube さんのとこにね、静止画が多いとね、ちょっとね、最近は、収益じゃなくて、スパムとかそのあたりにもなんか引っかかってくるような感じがあるらしいんで、ちょっとね、なるべくちょっと動きのね、入れながらやっていこうと思いますけどね。ということで、YouTube に関しては、一番変わるのは YouTube の方の話になるのかなと思います。以前にもね、チラチラとこのニコニコ動画の配信を始めた時にね、段取りみたいなね、予定を話してたと思いますけど、YouTube に関しては、
大きく変わるところは、まず、今までね、収録配信プラス、日曜日に生放送という形で、実質週7配信という形を取ってましたけど、これを、毎日17時更新に、変更します。で、これは、17時じゃない、ごめん、いいんだ。今は17時更新です。で、サブちゃんとショーツコミってなってますけど、これどういうことかというと、今までね、メインな感じでね、ST シリーズとか、まあ、いくつかのシリーズに分けてやってましたけど、いわゆるメインチャンネル風の、その、動画投稿ね。まあね、最初のうちはメインチャンネルもね、BGM もなんもなかったです。最近はね、もう BGM もつけて、キャッチも入れたりとかね、いうような感じに、して、まあ一応作品っぽくね、ある程度、会員放送じゃないですかね、パッキングしたような状態で、出しておった、動画ではなくてですね、そうじゃなくて、ちょっと昔のね、動画みたいに、ね、BGM とか何もなしでね、やるっていう。まあ、これ、何かっていうと、編集時間がすごく短縮できるんですよね。単純にもうそれだけが本当の一番最大の目的で、っていうところなんですよ。で、このサブちゃん扱いのね、やつとか、まあ、ゆるい動画になりますですね。パッとね、ちょっとご飯食べながらね、雑談したりとかね、そういったのとかになりますけど、そういったようなね、サブちゃんの、やつとかを、込みでね、これはね、日曜日だけサブチャンにしますよとかっていうような話ではなくなります。ちょっとね、お盆前のところで、ね、ちょっとお盆に向けてね、動画をね、ちょっと作るのに、今ね、お盆に1日2本投稿できるかなっていうのでね、ちょっと段取りをしてるんですけど、ちょっとね、難しいかもしれない。ちょっと今の段階でまだ、確保が取れてないんで、一応毎日講師はできる目処が立ったんで、プラスアルファもう一本一週間分か二週間分作れるかなっていうのがちょっと微妙なんで、とりあえず毎日更新はいきますよ、ということでございます。で、日曜日に関しては特にちょっと直近のやつに関しては、本当は生放送するつもりで開けてあったんで、もうその予定で、まあ、うちの場合ちょっと特殊なのが30本撮りしてるんで、30本撮りじゃない、30本ストックでやってるんで、もうすでに動画が30本先ですね。で、まで上げてあるんですよね。ですから今ですともうお盆にかかってきてるところになってるんですけど。なのでね、ちょっとね、間のところでね、普段はずっとね、大体足りない大体とかやってると思いますけど、特に日曜日のところはね、プツッとちょっと、別撮りしたり、今回みたいな感じでね、喋ったりしたりとか、何かしらちょっと、お蔵入りになっとったところから引っ張り出してきたりとかね、ちょっといろいろ探してね、ちょっと埋めたりとかするのが出てくるかなと思いますけど、一応毎日更新できる、ような、目処は立ってるんで、それで行きたいと思います。ですから日曜日も普通常動画でやるということですね。で、生しての定期配信の方をちょっとすいません。終了させていただきます。どうだろうな。秋口以降にまた復活できるのかなという感じでも見てるんですけど、もしかしたらちょっともう定期配信はもう完全に、なしでというような、一応前提で今、話の方が進んでおります。これはね、ちょっとね、まあいろいろと、まあこれはまた後々ね、雑談しながらね、話したりもしたいなと思いますけど、まあちょっとね、いろいろと、ありましたんでね、ちょっと生捨ての方は、少なくともね、ちょっと、しばらくはとても放送できる見る方だね、というところでございますね。で、まあとりあえずも定期配信でいうかね、看板は取っとこうということでございますね。いうことでございます。で、YouTube とオーディオジャパンって言ってね、まあ、ほぼほぼもうね、全然、更新ができてなかったところなんですけど、オーディオジャパンはね、ちょっと落ち着いたらやるかなと思ってたんですけど、もうここに来て、そのニコニコさんのね、投稿の方のその準備とかそういったのが入ったんで、これが、おそらく、年内まではね、ちょっと、こっちの方にだいぶ手がかかるよということになってきてるんで、このあたりもちょっと難しいなというか、こっちの方まで手を出そうとすると、今の状況でね、そのメインチャンネルの毎日更新とかが難しくなるし、まあ、っていうことをね、
考えた時にね、まあオンラインジャパンももうちょっとね、私が英語力があればね、こっちの方を強化して後々のこと考えたらね、やっぱ英語圏で発信できる方のがいいんで、そういった方がいいかなとも思ったんですけど、ちょっとね、やはりちょっと私の英語力だとなかなかちゃんとね、世界に向けて発信するにはね、ちょっとまだ足りないなというところがあるんですし、正直その字幕をバーバー入れるっていうのがね、これ二つでメリットがあって、まず、編集時間がかかるんですよね、やっぱし。字幕入れるってやっぱりすごく時間がかかるんで、それですると多分メインチャンネル週1更新か週2更新ぐらいにしないといけないんで、そうするとね、うちの動画のね、スタイルだとね、一つのシリーズやるのにね、一つのシリーズやるのに半年かかるのかね、3ヶ月から半年かかるようなね、そんな話になっちゃうんで、ちょっとそれはさすがにね、避けたいなというのもあるんで、まあ、メインチャンネルだと、なるべく英語タイトルとかもね、様子で入れる、皆さんには見えない形、大体ね、よく出会えてる方だと、日本語のタイトルの後ろにね、英語のタイトルが入っておってとかいうのは見たことあるかと思います。概要欄みたいな下半分がね、英語になってますよとかね。誰だったっけ、佐久間さんとかね、佐川さんとか、ジュニアさんとかね、ショートやってる方なんかはまさにそのパターンが多いんですよね。世界ね。まあ、日本向けの配信じゃなくて、海外向けの配信をね、もう前提にしてるところっていうのは、そういったところが多いですけど、まあ、うちのところの場合は、実は、多言語設定っていう、言語設定が実は YouTube できるんで、日本語で見てる方は全然その英語のやつが出てこないんですけど、英語でね、見ますよっていう設定をしてる方は、その、全部、英語で出るっていうような設定になっておるんで、最近ちょっと動画によってね、一部の動画しか対応できない、ほぼ8割方はできてるのかなっていうところなんですけど、8割もできないか、5、6割かな、っていうところですかね。っていうような形で、まあ、ひとまずそれで対応にしようかなと思ってるんで、ちょっとちゃんとしたね、英語向けの配信っていうのはちょっとね、挫折じゃないですけどね、まあ挫折ですね、どちらに挫折ですね、するという形でね、いきたいと思います。うん、で、YouTube の方もね、まあ正直、そんなにね、ネタの方がね、与えなくなってますし、まあ私ももう郵便局ね、離れてからだいぶ経ってしまったんで、あまりもうね、ちょっと、そういった、詳しいことがね、ちょっと分かりづらくなってきてるんで、まあこれもね、まあ、そのデータとしてはね、残しておきます。実は今でも100再生ぐらいとか入ってますんで、実はね、判定でもね、っていうことなんで、まあやっぱりそのデータに需要あるのかなということなんで、ちょっとそのまま残しておきます。まあ、ほぼほぼそのメインチャンネルやってることの短くしたやつしか出してないんで、それほど消しても影響はないのかなという感じもしますけどね。まあ、とりあえずそういう感じで運用統計取っていう形にさせてもらいます。まあね、本当に本職でね、そのやりますよとかってなってくるんだったらね、このあたりをやってね、下積み入れてね、安定化ね、収益の安定化とか測ってくるよとかっていうところですけど、まあ、そもそもメインチャンネルがまあ収益化もできてない状態なんで、まずはね、そこのところにリソースを割こうよということでございます。で、まあ、それもあってね、ちょっと4つ目とか自治政治チャンネルもね、この4つ目もね、その地元のね、紹介とかってね、本当はね、いろいろと思われたらよかったんですけど、なかなかね、ちょっとね、出かけることが難しいと、いうことなんで、ちょっとね、買い出しとかもね、本当に月を見て2時間ぐらい時間ができたらね、そこでちゃんとね、週のね、休みの日、買い出しを済ませてね、戻ってきて、また編集作業してというような感じがね、ずっと、これはちょっとまだしばらくね、続くと思いますんで、で、ある程度ね、この毎日更新もね、まあ言うて結構長いこともうほぼほぼ、この収録配信以上はね、ずっとやってる状態なんで、ちょっとね、そのあたりはね、鳴らしてね、やっていきたいなと思うんですけど、ひとまずちょっと4つ目とね、自生チャンネルもね、まあ、こっちの方に関しては、これがね、ちょっと撮るようになってきたら、また、折り見てね、ちらっと撮っていきたいなと思いますけど、まあ、いかんせん、今のところ、これやらなくてもね、4時間睡眠、ぐらいになってくるんで、まあ、もともとがロングスリーパーなんで、結構ね、私ね、5時間睡眠でも、まあまあ結構ね、きついなっていう人なんで、本来6、7時間寝るんで、ね、そうすると、編集時間10分とかになっちゃうんで、ね、それはちょっと毎日起こるにはできないので、そこのところはね、頑張ってね、まあ6時間ぐらい、5、6時間ぐらいは確保するようなね、タイムスケジュールでね、タクトで、組んできます。まあこのあたりがね、
もうちょっとね、効率よくできる、まあ、ようになったらね、まあ、変な話、まあ、編集時間を、ね、短くする。まあ、そのためにサブちゃんも入れてるんですけど、今特に、ちょっと仕事が忙しかったんでね、サブちゃん入れてなんとか毎日更新分の2時間作るっていうような感じで、まあ、結構ね、3時間、4時間ぐらいのね、残業がね、ダーッと入ったりしとったんでね、そうするとね、まあ、変な話、さっきも言ったように、そもそもカツカツでね、組んであるんでね、もう飯もね、外で食ってきてあれしたらダメなんでね、もう弁当予約ね、ネット予約で入れておいて、ドライブスルーでパッて取ってね、家に戻ってくるっていうので、まあ、それぐらい、ちょっと時間のね、実は、時短はね、してね、結構カツカツでね、今ではね、結構、まあまあ、切り詰めて、まあ、なんとか時間作って、提供できる形をね、作ってますよ、という感じでございますんでね。まあ、そのあたりはね、ちょっと、もうちょっと時間のね、余裕を作れるようにね、まあ、こっちの方もね、いろいろと努力はしていくんですけど、そこにね、ちょっと今、加えてこのニコニコさんの方が入ってきてるんで、まあ、しばらくはちょっと、すいません、ちょっとご容赦くださいというところでございますね。うん。で、ニコニコ、動画に関しましては、こんな感じになってます。YouTube はね、そんな感じですよということですね。で、ニコニコ動画に関しては、こういうような、予定になりますということですね。で、YouTube の、投稿済み動画、に関しまして、要は今ニコニコ動画さんの方は、主にね、YouTube で今まで上げとった既存の動画、まあ今 YouTube が、YouTube とかとね、メインチャンネルで今1100本あるんですよね。言うてやっぱ毎日ね、ほぼ毎日更新してるんで、数はね、それなりになりますと。で、まあ、プラスそのサブチャンとかね、まあ、G チャンネルのはもうちょっと持ってきても全然旬じゃないんでね、ほぼほぼ持ってこないですけど、4つ目とかで上げてるのでね、上げれるやつはね、そっちの方でも上げてって言って、まあ、ニコニコの方はその、複数のチャンネルではなくて、ニコニコってもともと1人1チャンネルを、で、いろいろと上げるよっていうような感じの前提で作ってあるんで、YouTube みたいに1つのアカウントで、YouTube って言ったら一つのメールアカウントで複数のアカウントを作って複数そのブランディングって一家ができるんですよ。ブランドによってその、によってその、いやジャンルごとにチャンネルを作って運用することができますよっていうのが前提で作ってあるんですけど、ニコニコさんに関しては、元からね、その1アカウントで複数のやつもできますよっていうような感じでやってます。逆に言うと、その複数のアカウントを作ってやるっていう前提ではあんまり作ってない構造になってますので。まあ、ですので、ね、まあ実はうちの投稿向きは、まあ元々やっぱニコニコで投稿しとったら、まあね、言うてニコニコの方のが投稿歴も結局ね、まだ長いですもんね。2009年から2014、5年ぐらいまでやっとったとこで、向こうは、足掛け6年ぐらいやってた計算か。ですもんね。で、こっちの方が今4年目とかなんで、まあ、やっぱり向こうの方のノウハウ蓄積が高いんですよね。まあ、ニコニコさんもいろいろと、ちょっとシステムが変わってきてるところがあるんですけど、うん。とはいえ、やっぱし、最初からやっとったし、最初にね、その動画のノウハウ、得たのがニコニコさんの方だったんで、比較的うちの動画の作りってはニコニコさん向きではあるんですよ。またそれはね、おいおいちょっとまたぼちぼち話していこうと思いますけど、そのあたりはちょっと詳しくまたニコニコさんのシステムの説明とかね、ニコニコさんの、要は、そうだ YouTuber になろうみたいな感じでね、そうだウプ主になろうというのをね、ちょっと今動画の資料を作ってね、やろうとしてますんでね。そのあたりとかもね、見ていただきたいのでね、ちょっとそのあたりでまた、おいおい話していきたいなと思ってますね。で、投稿頻度ね、に関しては、今その投稿済みのやつが、450本ぐらい今、上げれてるのかなっていうところで、まあ、でもまだ、上げれそうな動画では、まだね、300本強ぐらいありそうなのかなっていうことなんです。で、最初ね、どっかの生放送とか、チラチラとね、他の動画とのところとかでも多分チラチラと言ってるところがあると思うんですけど、この一番下に書いてあるところですね。まあ、7月7日、お盆入るぐらいまでにね、全部このあたり調整して、お盆からはね、ニコニコさんと YouTube で同じ動画をね、セーム配信できるような環境にしてね、ニコニコの方結構、まあ、なんていうんだろう、比重をニコニコさんとイーブにするというよりは、ちょっとニコニコさんに比重を置く投稿に関してはね、っていうような感じでケアしていこうかなと思ってます。ニコニコさんの方のが、ちょっと、なんて言ったらいいのか、ケアが必要な部分は多いんですけど、逆に言うと、ケアをすると、結構、ちゃんと結構それなりにね、数字がね、やっぱ入ってくるんで、そこら辺はね、
ノウハウもあるんでね、それを使ってね、結構やっていきたいなというところがあったりしますので、ニコニコさんの方も、なんとかその足並み揃えたいなと、なんとか出し切りたいなと思ってたんですけどね。まあそれもあって、ただ冷静に計算すると、あと1ヶ月なんですよね。あと1ヶ月で、300本。ちょっと前に掲載した時はまだ400本ぐらいあったんですよね。これまでちょっと一生懸命頑張ってあげて100本ぐらい紹介したんですけど、一週間今日でね、いやーちょっとね、無理やり上げた感がありましたけど、1日185本上げたとかっていうのを今後上げますからね、もうこれもちょっとね、ネタバレの話が入ってるんで、ちょっと出しときますけど、下に書いてある通りですね、ちょっと下から説明になっちゃって、順番逆で申し訳ないけど、7月下旬にね、投稿システムの更新がある予定なんですよ。これニコニコさんのシステム、メンテナンスが入って、大型アップデート、投稿の方のシステムの大型アップデートが入るという予定があってね、まあ、上書きができるような機能とかができますよ、再編集できるようなね、機能ができますよっていうのもあるんですけど、それにね、加えてね、結構大きいのが、私にとって大きいのはね、複数動画の、一斉投稿が、可能になるよという予定なんですね。これが非常に大きくてね、これそのもう、お盆に放送するね、ネタ動画で実は6月に撮ってたので、もうちょっと、完全にネタが潰されたなっていうところではあるんですけど、1日1本しかね、1本ずつしか動画が投稿できない。YouTube ではね、20本ぐらい、15本か、まとめて動画がね、ガンと、クリックアンドドロップでね、ピッてやったら15本、ピャーって投稿ができるんですよ。まあ、まず、一般で動画投稿する人はそういうの使わない人が多いと思うんですけど、うちに至っては関しては30本ね、動画ストックを作るっていうので、結構1日で何本も上げるのにね、まとめてドーンと上げたりすることも多いんですよね。で、特に、ニコニコ動画さんに関しては、そういった感じで、古い動画をね、まとめてストックしてあるのは出すので、まあ、変な話、極端な話、300本同時出しできるんですよ、今。もう準備ができてるんで。300本、よし、いいよ、同時に出していいよって言われて、300本、ドーンってドロップして、あと説明文のところだけね、整えたればね、まあ、それが一番多分かかると思いますけど、300本思ったら。投稿はできるよと、いうようなね、まあ、変なし、卵込みはね、もうできてますんでね、ですんで、まあ、ちょっと今そういう表現するとあれかもしれませんけどね、まあ、とりあえず準備はね、できてますんで、っていうところですね。で、まあ、とりあえず、それが、ただ、いつになるかわからない。7月下旬ってことなんで、そうすると、あれですね、夏休みに一気に投稿してね、なんていうか、熱量を持っていくことができるんで、できればね、この7月下旬のところからまとめてドーンと打ちたいなっていうところがあるんで、まあ、最初はね、ちょっと300本上げなあかんから、ちょっと平日でもね、好きやったらもうどんどん上げておいてね、足並み揃えるよっていう予定だったんですけど、まあ、その複数投稿ができるんだったらね、結構簡単に1日、数百本投稿とかもね、できんことないと思いますんで、じゃあね、そっちの方で、予定を、の方に、標準を、第2標準。第1標準は、8月8日からの同時配信に向けた、投稿プランで、で、第2優先が、夏休みのね、に投稿を増やすよっていうね、そこのところがやっぱし、言うてね、結局ニコニコ動画さんもね、調査しとったら、意外とやっぱ若い方も多いんで、私的にも全然若い子は全然ね、ニコニコには来てないのかなと思ってたんですけど、やっぱ他のとかがある感じがいて、10代とか20代の方の視聴者さんもね、結構全体的には多いらしいんです。うちのところには来てないですけどね。やっぱ動画の内容的に10代の子とか好むような内容ではないですからね。っていうところなんで。ただね、やっぱそれじゃあ夏休みに肖像を合わせるっていうのは、ある程度有効かもしれんなっていうふうにちょっと踏んでますんで。一応そういう予定でいます。まあ、それまでには、月曜日か金曜日か12時、19時、22時の、3本、更新でね、いきます。今まで17時に入れとったんですけど、ニコニコ動画さんに関しては YouTube よりも、遅い時間の更新の方のがどうも有効だなっていうのが、分かってきました。まあ、YouTube ももしかしたらいいのかもしれないと思うんで、毎日更新の場合は、これからちょっと YouTube とニコニコ両方とも19時配信もしくは、ないしは、20時配信にするかもしれませんけど、まあ、YouTube ってなんて言ったらいいのかな、モバイルでやっぱ見る人が多いのかなっていう傾向があるんですよね。ですから結構仕事終わるのかなという想定のね、17時のところからね、
入れてやっても、見る人が結構、モバイル、スマホでね、終わってから、見るよっていう人もどうもいるみたいなんで、それにもね、踏まえてね、17時更新っていうのを入れてましたけど、ニコニコさんに関してはやっぱコメントとか打つよとかっていうの流れがあるのか、スマホよりもやっぱし結構、パソコンで、見られる環境でね、見られる方がタブレットとかもの方が多いみたいですよね、で、見られる方がどうも多いよという傾向があるみたいなんで、そうするとね、じゃあ家に帰ってきて、といった時に更新がかかってるなっていうところら辺を見て、まあ、19時を、っていうようなね、読みで、入れてきましたという感じですね。で、まあ土日はそのあたり関係なしになるんで、0時、10時、15時、20時、22時。まあですから金曜日の深夜からね、土曜日の夜ね、深夜もね。まあここが一番ね、遅掛けまで起きる人が増えるんで、ここだけ10時にね、いるような形とかで、ね、まあ10時、15時、22時と、1日5本、投稿させていただきますよと、いうような感じで、計25本、ですね、週3が5本。会で15の、5本投稿から2日で、10日の12時合計25本週に投稿するような形で、とりあえずね、潰していきたいな。時間潰しじゃないですけどね。まあまあ、その、時間潰しにしちゃね、週25本って普通の動画投稿者からしてみたら多分狂気の数字だと思うんですけどね。一時期ジュニアさんがそれこそバカみたいに言ってたのか。上げとった時さ、2時間更新とか3時間更新で1日5本とかね、わーっと投稿したりとかね、7本とか、週末7本とか、更新とかやってた、ね、みたいに。ショーツ動画で、ね、それでしたんで、こっち、ね、通常動画で、まあ、もともと持ってる動画とはいえね、週25分ですからね。まあ、なかなかのボリュームですよね。いや、なかなかどころじゃないのか。まあ、めちゃくちゃのボリュームなのかもしれませんけど。まあね、ストッカーけど、ニコニコ動画さんの場合は、その、工夫次第で、動画投稿が、遅くなっても、まあ、変な話、ちゃんと、見たい人が探せばちゃんと見れるよっていうような感じのシステム作りが、実はあるんで、YouTube よりもそのあたりはね、能動性、に依存してる部分が高い。逆に言うと、調べてみたいよっていう人はすごくうちの動画でもちゃんと探し出しやすいような構造ができずに、YouTube の方がちょっと AI とかそういったようなところで、その自動でお任せ でどうぞあんたこれ見たいよねっていうのをね、選んできてくれるんで、そういうのが多分 YouTube も受けてるし、まあ変なし、それがもっと極まってるのは TikTok なんで、やっぱ受動性のところの方のが数が、出る。まあね、楽ですからね、探さなくていい。はい、どうぞって渡されて、あ、うまいね、まずいね。自分で料理作って、自炊してね、自分で料理作って、あ、これはうめいっていうのが、好きな人が結構集まりやすいニコニコで。まあ、それもあるし、外食もいいよねっていうのが YouTube で、もう、完全に外食専門店に近いのが、TikTok って言った、感じかなっていう感じなんでね。うん。出してもらった料理、あ、美味しいってね、いうのがね、比較的ニコニコさんはその要素が少ないので、まあ、逆に言うとね、こういう料理を作るぞっていうのがね、定まってる。まあ、要は見たい動画が、とかジャンルが定まってる人が探しやすいよ。で、そうすると、探し当てやすくなってますし、っていうところなんですね。まあ、これもまたそのニコニコの解説のところで詳しくは言いますけど、うちの動画でもなんかランキングで40位とかに入ったりしてますからね。これちょっと YouTube だったら絶対入ってこないですもんね。ジャンルで、チャンネルのね、そのランキングで、結構2桁番台とかに入ってね、見られてますよっていう風になったりするっていうことがあるんで、うん。その手がだいぶ、違うのかなというところがあるんで、まあそれもあってね、ニコニコ動画さんの方はちょっととりあえずコンテンツ、数をね、早いうちにちょっと増やしておきたいなというのもありますんでね。そういうような予定で組んでおります。で、毎日投稿が始まった段階で、もしかしたらこっちの方、ニコニコ、最初は YouTube17 時でニコニコ19時の2時間レート配信でね、そうやっていこうかなと思ったんですけど、まあ別に今17時更新で、まあ正直じゃあ17時から19時、20時の間にどれくらい人が来てるのかって言ったら、10くらいなんですよ。12とかなんですよね。なので、まあ12もないね、02くらい。本当に、まあ、ゼロの時は全然8時過ぎぐらいまではゼロってことが多いんで、じゃあもう8時
登校でもいいのかなっていう気は、してますんで、まあ、8時登校にしちゃおうかなと。で、ニコニコと YouTube と、8時だとちょっとおうちさんとかと被ってくるから19時くらいからやっぱ動き出してるんですよね。あの、他の YouTuber さんとか見とっても、うん、18時から開けてるところって、あの、初動でそんなに、伸びてないみたいなんですよ。あの、うち今ちょっとね、あの、幸いというか、17時以降のね、その動画の変動とかがね、ちらっとね、その、よそだのチャンネルもね、チェックするぐらいの、時間がっていうかね、ちらっとそういったチェックぐらいはできるんで、編集しながらね、そうそう、家に戻ってきたりすることができるんでね、そのあたりはね、見とって、そういう感じかなというふうにちょっと見えるんで、まあ、ニコニコさんほどあれかなって、みんなと一緒にしちゃってもいいのかなとは思ってますよという感じです。そのあたりはまたね、決まったら、やっていきたいなと思います。まあ、しばらくはもう17日でもう、あの、8月6日にね、そのヨガ、のところまではね、もう混んじゃってますんでね、そういうような予定で、行きたいなと思います。まあ、後半にね、2、3本通うぐらいは簡単なんですけど、1ヶ月分ね、30本全部通うと思うと、まあまあしんどいんでね。じゃあ、まあ、以上もこの予定で、ということでございますね。で、まあ、またね、8月以降、また変わってくると思います。そのあたりは、ね、またね、説明した動画をね、また、アップロードするような形でね、正式な形、お知らせしていきたいなと思いますんでね、またよかったらね、チャンネル登録とかね、YouTube さんの場合はね、チャンネル登録、高評価、あとコメントね、とかいただけたらなと思っておりますね。ニコニコさんもね、コメントとかね、あと、いいねボタンね、いいねボタンとフォローね、していただけると、細かい情報入ってきますし、まあ、うちの場合、その、プレイリスト、あの、ニコニコさんに関しては、プレイリスト YouTube だ。YouTube の方はね、プレイリスト、でも、プレイリスト作って、それで見てもらうから分かりやすいんですけど、YouTube さんのプレイリストを多分ちょっと探しにくいかなというところがあるんで、全部が出てこないですよね。で、ニコニコさんに関しては更新順とかで、あの、相当して、あの、すべての、あの、そのシリーズ、YouTube でいうプレイリストみたいなのがあるんですよ。で、それよりも、その、くくりつけが強いんで、あの、動画のね、ところを見ておったらね、このシリーズね、第1回から連続で見ますよっていうのを押すと、あの、もともとやっぱアニメ配信とかやっとったんで、要はアニメの途中から見たときに第1話からね、見れるようなシステムに、作ってあるんですよ。そのシステムを使って、うちのところって一つのシーズンで40回とかあったりするんでね、で、一段から、あの、好きな回見れますよ、前の回チェックできますよとか、いうボタンがデフォルトでね、実は出てくるんですよ、もう最初の画面のところに。それで押してもらったらそのシリーズが見れてますよとかありますし、で、あとはシリーズの一段にね、飛んだりすることができて、他のシリーズがどんなシリーズがあるのかっていうふうに見れたりできるんで、そこのところでね、見てもらうとだいぶちょっとうちの動画は見やすいかなと思いますんでね、まだそっちの方とかもチェックしていただければと思います。なのでね、まあ、ぜひフォローとかね、ニコニコさんに関しては、あの、ギフトっていうね、素敵な、システムがございまして、ニコニコさんの方は、収益が無事できましたんでね、ギフトで、お渡し、いくらでも受け取れますんで、ぜひ、よろしくお願いします。あと、リアルにコメント、ニコニコさんの方は、ありがたい話、結構もう、ほぼ日にね、1日1個とか2日に、1回とかね、コメントがね、ちょろちょろと入ってくるんで、YouTube だと月7ぐらいしかコメント入ってこないんですけど、ニコニコさんやっぱりね、コメント打ちやすいっていうのがあるんでしょうね。全然ね、そのあたり、質がコメントって言っても全然、もう、中身が違いますんでね。うん。ですね、ニコニコさんの方ね、ぜひね、また、そっちの方、出てもらったらね、ちょっとチェックしますんでね、またぜひ、見ていただいて、まあ、コメントね、ちょろちょろと書いていただいたらね、うぽっとて、もうね、うぽでも全然ね、嬉しいんで、ぜひ送っていただければと、いうことでございます。うぽってわかんねえのか、YouTube の方だとね、若い子だと知らねえだろうな。うちらの世代だったらさすがにうぽとかね、いちげととかね、わかると思います。いちげとはたまに YouTube でも見るか、っていうところですね。まあいいや、そんなところでね、まあ一応こういった、一段ね、私の顔を隠して、一
一段、こんな感じで、更新の方をしていく予定となっておりますので、今後とも、YouTube スターステーションチャンネル、並びに日本米、名犬白中世、地域情報発信チャンネル、あと、時事政治緑のね、チャンネルですね、YouTube の方、こちらの3チャンネルで、ニコニコの方は山城スターステーションという名前でね、出しております。まあ、昔のまんまそのまま残してるんで、そう、YouTube の方は、スターステーションチャンネルじゃなくて、今、スターステーション各山城行きますか、住み各山城行きますけど、逆になってますよ、ニコニコの方は。まあ、特に深い意味はありません。昔のアカウントのまんましてあるだけです、ニコニコは。ですので、そのあたりもまたね、ネタでいじってから、ちょっと更新しようかなと思ってますんで、そのあたりもまたチェックいただければと思います。ということでね、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。35分喋ってんの？もう多分喋るね。そうです。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。入ってるこれ。